こんにちは、脳活生態専門の松浦です。動画をご視聴いただきましてありがとうございます。はい、今回の話は、脳活生態が何をしているのか、何を目的にしているのかということをお話したいと思います。はい、この脳活生態、その名の通りね、脳を活性化することを目的にしているんですけども、その活性化するっていうのは何、どこを活性化するのかということになるんですが、これはですね、主に、生きるために必要な脳の部分、つまり、自律神経を活性化するということを主な目的にしています。はい、なので、自律神経というのは、免疫力をはじめとして、健康全般に関わるものです。はい、なのでこの自律神経の機能が低下してしまうと、必然的にですね、体の調子も悪くなるということが言えます。あとよく誤解されるのが、頭を良くするための生態ではないということですね。はい、その要素が全くないわけじゃなくて、逆に脳が不活性な状態だと、記憶力、あと集中力もないですし、あと何をやる気も起きないですよね。はい、なので、この自律神経を整える、脳を活性化させるということは、この仕事や、ね、勉強にも大きく影響するということが言えます。なのでこの脳活生態はですね、脳を活性化することで、健康面だけではなくて、人生そのものもですね、健やかに、元気で過ごしていただくということをですね、目的にしています。はい、ではこの脳活生態が一体何をしているのかというと、主に2つの理論を用いてですね、生態、主義療法であったりとか、日常生活の体の使い方ですね、こういったことなどをお伝えさせていただいております。まず施術の方ですね、施術の方では、CSF プラクティスですね、脳脊髄液調整法と呼ばれる、手技を用いてですね、まず脳脊髄液の流れを促進します。これもね、以前お伝えしたんですが、ちょっと復習しておきます。人間の脳があります。脳ですね、脳があって、この水色の部分ですね、脳脊髄液っていうのが、この脳や神経を保護して、その神経伝達を助けているというふうに言われています。はい、この脳脊髄液のね、流れが現代人はすごく悪くなっていて、大体の方がね、こういう状態、これちょっと大げさに書いてありますけども、こういうふうにね、むくんでいるような状態になっています。はい、こうなると、脳を圧迫して、脳が本来持っている力を発揮できないんですね。なので自然治癒力もそうです。はい、なので、この状態をこの状態に近づけていくというのが、CSF プラクティスのですね、簡単な概要になります。はい、次にフォースアンス理論ですね。これはですね、ヒロト総一先生という先生が考案した、レッシュ理論という、理論の中に含まれるものなんですが、簡単に言うとですね、その名の通り、人間4つの、重心のタイプがあって、それぞれ体の使い方が違いますよというものなんですが、例えば野球で言うと、イチロー選手と松井選手、この2人のスイングの仕方、全く違うのが分かると思います。野球見ない人はね、わからないと思うんですが、他のスポーツとかでも全部そうなんですね。同じスポーツ、同じプロの選手なのに、なんか体の使い方が違うぞと、なんか動きが違うぞというのはね、一般の方が見てもわかると思います。はい、そんな風にですね、このフォースタンス理論、それぞれね、体の使い方が違うというものなんですが、それ以前にですね、すごく大事なことがあって、全体定理と言ってるんですが、4タイプそれぞれ動きが違いますよということ以前にですね、4タイプ共通の定理があります。はい、もう決まり事ですね。それが正しく立つということなんですね。はい、まっすぐ立てばいいんでしょというふうに思われるかもしれないんですが、この正しく立つということがですね、すごくシンプルなことではあるんですけれども、とても奥が深くてですね、この健康、脳にもですね、すごく関係が深いということが言えます。ではなぜこの正しく立つということがそんなに重要なのかというと、まずですね、この正しく立っている状態っていうのは、軸でしっかり立てていて、脳が安定している状態というのが正しく立っている状態なんですね。その状態だと、体が安定していて、呼吸が楽で、いつでも柔軟に動ける状態ということが言えます。逆にですね、正しく立てていないということは、体のどこかが緊張しているということが言えるんですね。体のどこかが緊張しているというのは、その部分が勝手に緊張しているわけじゃないんです。緊張させているのは脳なんですね。なので、脳が常に余計な仕事をしているということが言えます。ここでちょっとね、極端な例を挙げると、マラソン疲れますよね。あれ疲れてるのは、
もちろん筋肉も疲れてるんですけれども、まず疲れるのは脳なんですね。なぜ脳が疲れるかというと、マラソンすることで心拍数が上がって、汗が出てきますよね。それを指令しているのは脳なんですね。脳であり自律神経なんです。なので、脳がその体生態を維持するために、ホメオスタシスですね、恒常性維持機能というのが働きますので、一生懸命体を維持しようと頑張ります。はい、脈拍を上げたりとか、汗をかいたりして、脳が一生懸命頑張っている状態なんですね。なので、マラソン走って、一番最初に疲れる脳の部分なんですね。今のはマラソンの例なんですけれども、これ日常生活でも同じことが言えるんです。はい、正しく立てていないという状態は、先ほど申し上げましたようにどこかが緊張している状態、つまり、脳がそこを緊張させて余計な仕事をしているということが言えます。主にですね、この CS プラクティスの施術とですね、日常生活のそういった患者さん自身の心がけであったりとか、体操によって脳の安定化を図るというのが、この脳活生態ということになるんですけれども、あとですね、施術中にはですね、タオルの下にアーシングのシーツを敷いて、プラグインアースというね、アーシングをする機械をつなげてですね、アーシングをしながらもう皆さんに施術を受けていただくようにしています。はい、ちなみにですね、私電磁波測定士1級という資格も持ってるんですが、たまにですね、本当にたまになんですが、ご自宅とかに、電磁波を、測定に行きます。もちろん希望者の方だけなんですが、その際にですね、居住時間の長い寝室なんかで電磁波の数値が高いとですね、でもこれやっぱりね、体を休める空間でね、長い時間いるので、なんとか対策をしないといけないんですね。でそういった際に、移動できる場所があれば、数値の、低い場所に、移動できるのであれば、そちらに移動してもらうようにしています。はい、でそれだけでもですね、睡眠の質が良くなって、夜ね、起きることがなくなりましたという方も中にはいらっしゃいます。はい、気持ちの問題じゃないとかって思われるかもしれないんですが、実際にですね、この電磁波、私が測定するのは低周波の方なんですけども、この低周波というのはですね、何かしら人体には影響を与えているということが言えますので、こういったことにもね、気になる方がいれば、ご自宅にね、測定に伺うということもさせていただいております。最後の電磁波測定に関しては、おまけみたいなもんなんですが、最後にまとめるとですね、この脳活生態で、脳を安定化させることで、自律神経の働きを活性化させ、あなたの持っている、自然治癒力、これ最大限に引き出すということがですね、この脳活生態の目的ということが言えるんですが、そのことによってですね、仕事や勉強、家事などの効率化、あとスポーツにおける怪我の予防、あとパフォーマンスの向上ですね、こういったものにもお力になれたらなというふうに思っております。はい、動画の方は以上になります。今回はですね、脳活生態の目的と、実際何をやっているのかについてね、お話をさせていただきました。もしね、ご興味のある方はご連絡いただければと思います。はい、ではご視聴いただきましてありがとうございました。脳活生態視線堂。